はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。トライアングルストラテジーの第2回目になります。まあ2回目というか2話目で、1話を終えて、まあ、ちょっと今後の動画の進め方なんですけれども、一応これ1話2話3話みたいな感じで話が進んでいくので、まあ動画は長くなっちゃうかもしれないんですけど、一つの動画で1話ずつ、まあ基本は進めていこうと思います。でちょっと話がどれくらい長くなるのかわかんないですけど、なので動画そのものもね、あの長引く可能性はありますけれども、まあお付き合いいただければと思います。であとイベント中はまあなるべくね喋らないで、まあちょっと思うところがあれば少しツッコミは入れていきたいと思うんですけれども、イベント中は結構黙る方向でやっていきます。まあ、そんなわけで2話目いきましょう。ノゼリア全土を巻き込んだ煙鉄大戦から34年、グリンブルク王国領に新たな鉄鉱脈が発見され、人々は喜びに沸いた。グリンブルク王国、エスフロスト公国、聖ハイサンド大教国は協議の末、新鉱山を共有の資産とするべく共同採掘を決定する。かつて相争った三国が手を取り合い、資金や技術を提供し合う試み。それはノゼリアの人々に平穏な時代の到来を期待させた。採掘の成功を記念する式典を控え、各国の要人が次々とグリンブルク王国を来訪。まさに和平のための宴が開かれようとしていた。そんな中、グリンブルクの御三家筆頭であるヴォルホート家においては、煙鉄大戦の英雄シモンの嫡子セレノアが新たな当主となることが決まったのだ。第2話、いざ立て戦人よ。ヴォルホート城へようこそ、ライラ殿。下は消して、あとオートにしよう。共同採掘に対する聖ハイサンド大教国の多額のご援助、改めて感謝いたします。調整役がシモン殿なればこそです。しかしご子息とフレデリカ殿のご成婚には驚きました。まさかグリンブルクの筆頭家がグスタドルフ総帥の妹君を迎え入れるとは。総帥とはお母上が異なるそうですが、いきさつを伺ってもよろしいか。ええ、もちろん。大戦時に先代総帥と結んだ盟約なのです。情勢に明るいあなたが知らないとは意外でした。そちらがご子息ですね。確かセレノア・ウォルホートです。フレデリカと申します。まだまだ至らない息子ですが、良い機会だと思いまして、私は本日限りで当主の座を降りセレノアに譲るつもりです。引退されるのですか。協力して共同採掘を進めてきた同士としては寂しいですが、めでたきことですね。新当主のセレノア殿がどんな人物か晩餐会でじっくりと調べることにしましょう。ナイラ殿の本領発揮ですな。お手柔らかに。今宵はエスフロストのドラガン殿もいらっしゃるとか。ええ、ノゼリア新鉱山の技術責任者ですから、王国の若き騎士と呼ばれる優秀な方だ。彼は新鉱山の坑道を掘るために特殊な爆発物を使うと聞きました。立場は違いど同じく研究に携わる者として話を聞くのが楽しみです。
すでに到着されているはずですが、姿が見えませんね。ドラガンなら町に出て行きました。ウォルフォートの城下に興味があると言って。ああ、ドラガン殿とあなたはいとこ同士でしたよ。早速情報収集とは気が合いそうだ。まもなく晩餐会が始まります。私が探してお連れしましょう。そうしてくれ。今宵の晩餐会は私が主催するが、お前は当主のつもりで臨め。招待客は皆各国の要人だ。くれぐれも失礼のないように。承知しました。ドラガンはどこにいるだろうか。民の様子を見つつ街を見て回ろう。 RPG パート RPG パートがあります。マップを自由に探索し、人々の話を聞く、アイテム収集する、戦闘に活用できるギミックを確認するなどができます。まあ歩いたりできます。終わらせるにはプラスボタンを押してください。はい。記念式典では共に行動させていただきます。よろしくお願いします。当主様挨拶されます。あ、ベネディクトじゃん。共同採掘について改めてご説明させてください。この事業は新たに発見された鉄鉱山を三国で開発して管理運用する。鉄の流通によって生活経済面の発展につながる。ドラガンが、鉄加工に詳しいそうで責任者として最適でしょうと。家とか入れんね。まあ例によって勝手に入るけどね。領主だから問題ない。ドラン様は城を抜け出した。やんちゃですと。なんかアイテムとかは光ってないと思うからないよね。邪魔したな。で、ダッシュ。お、ダッシュも早いじゃん。まあ普通に早いけどね。ストレスないくらいには早い。平和な今の世の中がありがたい。30年前は信じがたい。ハイサンド大峡谷、エスフロスト公国。それは激しいものだった。あれ？ヒットポイントの弾薬。いえ。おお、光ってる。勝手にパクロ。ノゼリア見聞録発刊。手記を発見することがあります。ゲーム進行に直接関係ないけど、ノゼリアの歴史や風土について知ることができる。軍事録手記から確認できますと。OK。ここにもあった。ちょっと待って。光ってなかったから。よくわかんなかったな。いや、子供いるじゃねえかよ。セレノさん、こんにちは。今、友達とかくれんぼ中。え？かくれんぼ？隠れてはなくない？鬼なのかな？鬼側なのか、隠れる側なのか、ちょっとわかんない。アンナ。セレノワ様の指揮で、ベネディクト様や私も舞踏大会に参加します。よろしくお願いします。え？舞踏大会ってどういうこと？団体戦なの？これなんだ？あ、猫か。なんかまん丸い、なんかアイテムかと思った。猫がいるだけ。ちょっとか。おお、ヒットポイントの弾薬。これは？お父さん待っている間は友達とかくれんぼしている。隠れる場所を探している。危ない場所は父さんも心配する。怪我しないように気をつけて。楽しそうだな。飽き樽の中。大きくなったらお父さんの手伝いもしてあげる。まあ素直に行きましょう。そう、信念が高まったって書いてあって、これ信念の中にフリーダムとかベネフィットとかがあるってことはね、なんか信念が一つのパラメーターなのかと思ってたけど、そういうことではない。だ、そのベネフィットが上がるのかフリーダムが上がるのかと、もう一つ忘れちゃったけど、何が上がるのかはちょっと内部データなんで確認はできないっていう感じですね。夫は港に勤めている。この国にとって船は生活の要、大事な輸送手段。フレデリカ。ドラガン、挨拶もしないで着任早々町に行ってしまう。
この町のことが知りたい。ウォルフォートはどんな町ですか？楽しむべし。経済の流通。堅牢な城壁を持った安全な町。これフリーダム、ベネフィット。もう一つ。真面目。それだけ配慮されているから民も領主も慕っている。賊のような治安を乱す者がいるけどね。ジーラ、この度の記念式典と舞踏大会、当主の任命を受けて早々大舞台が続く。フレデリカも私も早くこの町に馴染んでお支えできればと思っています。ジーラさんさ、フレデリカ様についてきたってことはさ、もう完全にあれだよね、転勤だよね、この国に。フレデリカ様、あ、おっと300ゲットした、やったぜ。領主様、民の金は領主の金、それがウォルフォート。転勤お勤め様です。ドラガン、あ、これドラガン、ドラガンって名前からしてもっとごっついやつかと思ってたけど、ウォルフォートは豊かないい町、領主への信頼も見て取れる。フレデリカのセレノはウォルフォートです。ドラガン殿をお迎えに参りました。晩餐会が始まる前に戻りよう。もう少し町を見たい。セレノア様とフレデリカ様、婚礼を祝う準備をする。式典もあって町に人が多い。キョロキョロ辺りを見ている男の人、怪しくねえか。頼もう。グリンブルグオートでは舞踏大会が行われる。三国から代表を出してどの国が一番強いのか最強を決める歴史ある大会。こういうところなんかちょっとアイテムありそうだよね。エラドール、フレデリカ様のなんだこれや、腰入れ襲うなんてトラビス一家、とんでもない奴ら。あんまりでもトラビス一家ってそんなに名前が知れ渡ってるわけじゃないんで、ね、あのトラビス一家かみたいな感じにはなってない。使用承認。式典は各国の要人が集まり、互いの貢献と尽力を称え合う政治の場。若様も様々な方と顔合わせができる。あ、光ってる。弾薬ゲット。ヒットポイント回復薬は重要だからな。民家から調達していこう。勝手にパクる領主様。これで一応一通り、あ、兵士がいる。町や城に異常ありません。本日も平和です。これで全部見たかな。じゃあ OK、 探索終了しますか。はい、そろそろ晩餐会が始まる。ドラガンを連れて城に戻ろう。晩餐会、ウォルフォート城ホール。セレノア殿、先ほどは世話になりました。町はいかがでしたか、ドラガン殿。領民たちには活気があり、領主を信頼していた。ウォルフォート家がどんな家かよく分かった。恐れ入ります。フレデリカは我らの総帥の妹であり、私のいとこにもあたる。それがこのような良き家と結ばれた、大変喜ばしいことです。共同採掘でのドラガン殿のご活躍は聞いています。これからも手を取り合っていきたいものです。さよう。もう過去の戦争にとらわれている時代ではありません。鉄のエスフロスト、塩のハイサンド、そして交易のグリンブルク、互いに敬意を持って平等な関係を築いて行きたいものです。引き捨てなりませんな、ドラガン殿。現在は敬意がなく平等でもないと聞こえますが。少なくとも平等ではない。貴国が課している遠税を見れば明らかだ。随分はっきりとおっしゃる。アイサンドへの敬意を感じませんな。セレノア殿はどう思われる？話振らないでよ。
高額の遠征は、あ、なんと選択肢出るのかと思った。遠鉄大戦もそれが原因で起こった。使用は女神に従う信徒のみに与えられた女神の加護である。これはハイサンドが報じる使用の女神教の基本となる教えだ。ウォルフォートの次期当主殿はエスフロストと結んで我らの教義に異議を呈するのですか。使用はハイサンドの縁故でしか取れません。使用の採掘は帰国が持つ正当な権利です。それを犯すつもりはありません。ならば結構ですが、日和見とも取れますね。確かに、それでは何も言っていないのと同じだ。セレノア殿、我らは皆立場も意見も異なる。しかし、だからこそ率直に話し合うことに意味があるのではないか。ご了承、どうかお許しいただきたい。ウォルフォートはグリンブルク王国の武家、武骨者ゆえ遠征の話などには疎い。ただ我らは不義を憎みます。争いは望まぬが、我が領地と領民が不義によって苦しむことがあれば断固として戦う。相手がどんなに強大であろうとも、それがウォルフォート家の覚悟です。よく知っています。ご招待いただいた席で失礼しました。しかし、使用をめぐるエスフロストとハイサンドの摩擦は年を経るごとに大きくなっているのも事実。広告では自由に使用を買うことさえままならない。私はそんな苦しみから民を解放したいのです。私とて違法院を預かり、人の命に関わる者、一個人としては使用の独占が正しいとは思っていない。使用は生きる者すべてに等しく必要なものなのですから。ライラ殿、とはいえハイサンドでは使用の女神の信託をいただく教皇のご意見が絶対なのです。今回の共同採掘を機に何かが変わるといいのですが。そうだ、我らはこれから先のことを考えねば。ドラガン殿、ライラ殿、そしてセレノア、どうかノゼリアに新たな時代をもたらしてもらいたい。はい。で、メインストーリー、晩餐会も無事終わり、胸を撫で下ろす一度、ドラガンは何やら思うところがある。あ、こっちにもあんの。サブストーリー、グリンブルク王女コーデリア、兄であるロラン、クラニと父、レグナゴンについて話をする。なんか、拡大したいんだけど、ズームイン、ズームアウト、これもズームアウトされてんの？あ、これで、あれか、あ、こっちがハイサンド大峡谷、砂漠だね。で、ここがエスフロスト公国か、直轄領で、グリンブルク王国か。まあ、とりあえずサブストーリー見てみますか。ホワイトホール部長、今日もお父様と一言も話せなかった。お声を忘れてしまいそう。町娘のようなことを言うな、コーダリア。三国共同採掘を呼びかけたのは父上だ。式典を前に忙しいのは当然だろう。ごめんなさい。呼びかけはしたが、父上がやっているのは接待ばかりじゃないか。それならコーデリアと食事でもする方が父親としてはよっぽど立派だ。ローラン、父上を批判する気か。事実でしょ。厄介な実務は全部ウォルフォート家やパトリアとたち貴族に押し付けて命じるのが王の務めだ。それで成功すれば自分の手柄、失敗は進化のせいですか。
王とか、そういうものだ。違う。先ほどウォルホート家から書状が届いた。シモン殿が息子に当主の地位を譲るらしい。セレノアが当主に？新当主はお前と仲が良いようだ。くれぐれも勘違いさせない。今でこそ従っているが、ウォルホート家は警戒すべき相手だ。無能なら利用し、有能すぎるなら抑え込む。扱いを間違えるな。我が友に対して無礼な。そんな目で進化を見て恥ずかしくないのか。お前のような青臭い理想で国が保てるか。理解できないな。今すぐ王家の指輪を外せ。二人ともやめてください。もういい。お兄様どこへ？師匠のところだ。稽古をつけてもらってくる。明日は舞踏大会だからな。ロラン兄様。参りました。これ仮面つけてるこいつ。ノラン王子。あ、仮面の男って書いてあるわ。技が乱れていますよ。雑念は捨てなさい。師匠は何でもお見通しですね。王子は正直なお方ですか。良くないことでしょうか。戦いでは好きになるかもしれません。しかし、まっすぐな技は何より早く強い。極めればあなただけの力になるはずです。やはり師匠に稽古をつけてもらってよかった。ありがとうございます。明日の舞踏大会、決勝で待っていますよ。俺はウォルホート軍として出場します。友と力を合わせて必ず勝ち上がります。最近メキメキと力をつけているのはセレノア殿と競い合っているからですね。王子、あなたは優れた資質を持っている。思い切ってやってみなさい。師匠、王の子などではなく師匠の子になりたかった。ご冗談を。あなたのお父上レグナ王は私など足元にも及ばない偉大なお方です。すみません、忘れてください。では明日に備えて休みます。周囲から期待をされない第二王子、焦る気持ちはわかる。だが認められたいのなら逃げずに越えてみせるしかありませんよ、ロラン王子。で、メインか。サブはもう出てないよね。よし、メイン行きましょう。ウォルホート城。いやー、楽しい宴だった。フレデリカ、君は良い伴侶を得たな。僕にはわかる。彼の目を見れば一発だ。私などまだまだです。その奥ゆかしさも婿殿の良きところだなあ、フレデリカ。ええ、とても実直で清廉なお方だと私も感じます。フレデリカ様、
その感じたことを正直に申し上げただけなのですが、お嫌でしたか？とんでもない。あなたにそう思っていただけるのは嬉しい。ならよかった。フレデリカ、君はそんな表情もできるのだな。フレデリカ様はエスブロストではどのような暮らしをされていたのですか？聞いてはいけないことを聞いてしまったな。正直に言えばローゼル族の側室の子として虐げられていたよ。制裁の実施たち、グスタドルフはともかく、エリカとタラース兄弟はたちが悪くてね。子供のような嫌がらせを人前でも繰り返していた。まさか。事実さ、僕はね、フレデリカの悔しさがよくわかる。僕の父スバローグも先代総帥の弟、我が家も傍慶として不遇を囲い続けてきたからね。だがそれも終わりだ。僕は共同採掘を成功させて実力を示す。そのために大書院で学び爆裂岩を作った。それを利用した革新的な発明も。ドラガン、そろそろお開きにしましょう。随分と酔っておられるようです。ノゼリア中の交易品が集うグリンブルクが悪い。杯を取る手が止まらんのだ。口にするもの何から何まで珍しく、そしてたまらぬ美味ときた。明日の式典に触りますよ。広告の代表という退任が終わりでしょう。式典か。僕は戦争を知らない。だから三国が手を携えることがどれほどの偉業であるか実感が湧かない。なあ婿殿、貴殿はこの共同採掘をどう考える？選択式とか、対立してきた三国に平和をもたらす意義のある取り組み、三国に等しく利益をもたらす価値のある取り組み。各国の本当の思惑はわからない。何か恐ろしいことが起こりそうな気がします。はあ、一番下にしておこう。各国の本当の思惑はわからない。何か恐ろしいことが起こりそうな気がします。共同採掘を恐ろしいと評する者は初めてだ。しかし確信をついた意見でもある。単なる予感に過ぎませんが。いや、その予感はある意味正しい。実際各国は異なる思惑で手を組んでいる。将来どうなるかは僕にも読めない。婿殿は面白い感性の持ち主だ。もっとも心配性なだけかもしれないな。見方はいろいろある。だが時代を作るのは常に熱意ある若者だ。頭の固い老人どもに任せてはおけん。僕はな婿殿、今が新たな時代の幕開けだと考えている。この共同採掘を足がかりに歴史に名を残す。つまり僕の時代を築くのだ。婿殿にも力を貸してもらいたい。ぜひ一度ノゼリア新鉱山に足を運んで。お、どうした？ドラガ、大丈夫ですか？なーに、酔ってなどいない。酔ってなど。え、大丈夫こいつ？あ、寝たのか。毒でも盛られたのかと思った。寝てしまったようです。豪気な方ですね、ドラガン殿は。ええ、幼い頃から野心を隠さない方でした。それだけに本家の兄たちには
思うところがあるようで。あなたもですか？見返したい気持ちはあります。でもシモン様が言われたように未来のことを考えたいと思います。何ができるのかはまだわかりませんが。私も同じだ。一緒に考えていきましょう、フレデリカ様。てかなんでこいつフレデリカ様って言ってんの？フレデリカとお呼びください。ほら、私たちは来られちゃった。これから共に歩んでいくのだから。ではお互いに。と、いとこ殿を客室に運ばないと。手伝ってくれますか、フレデリカ？もちろんです、セレノア。起こさないようにそっと。いや別に起こしてもいいだろう、自分で帰らせろ。やはり来ていたか、ベネディクト。シモン様。レストラに報告してくれたか。明日からはセレノアがウォルホート家の当主だと。お許しください、出過ぎた真似を。いや、レストラも喜んでいるだろう。お前を誰より信頼していたからだ。私も同じだ。30年片腕として尽くしてくれたことを感謝する。身に余るお言葉です、ご当主様。そう呼ばれるのも今夜で最後かな。シモン様、すぐに医法師を呼びます。無用だ。なんだ医者は。私の真の像がどうなっているか、お前が一番分かっているだろう。それゆえセレノアのことはお前に頼むしかない。我が家のためにもう一働きしてはくれぬか。もちろんです。この命を懸けてセレノア様をお支えします。聞いたな、デストラよ。ベネディクトがいればお前の息子は大丈夫だ。我が古き戦友よ、セレノアをウォルホート家を頼むぞ。お任せを。ただし給料は上がらん。それじゃあ次のメインストーリー。家督を譲る決意をしたシモンはウォルホート家の一同を議場へと集める。ウォルホート城行きましょう。ただいまよりウォルホート家の当主は我が息子セレノアが務める。みなこれまでと変わりなくウォルホート家を支えてもらいたい。かしこまりました、シモン様。我ら一同ウォルホート家に変わらぬ忠誠を誓います。セレノアよ、当主の決定は家臣と領民の運命を左右する。これからお前はその責任を背負って進むべき道を定めて行かねばならん。肝に銘じます、父上。ウォルホートに集った家族たちを、重要な判断の際にはぜひ皆の知恵を貸してほしい。私はウォルホート家当主としてこの家をどうすべきか考え決断し行動する。全ての責任は負うが、進む道を間違えないために正直な意見を聞きたいのだ。我が家と領民たちのためにどうか頼む。
前にはこれを受け継ぐ資格がある。新年の天秤、太古に女神の加護を図ったと伝わる神器です。グリンブルク王家から拝領したウォルホート家当主の証だ。我が家ではこれと合わせて使ってきた。7枚のコイン。新年のコインという。これからお前と共に歩む者たちに託すがよい。セレナよ、今お前が言った通り、道に迷った時は当主として多くの意見に耳を傾けよ。独断で皆の運命を決めてはならぬ。家臣や仲間を信じ、慎重に道を選ぶ。それがウォルホート家の家訓であり、当主の心得だ。承知しました、父上。いざという時にはこの天秤とコインを使って皆の意見を募り、進む道を決めます。行け、我が息子よ。ご当主様、出発の合図。これより共同式典が行われる王都に出発する。全員私に続け。別に戦に行くわけじゃないのに、ちょっと大げさな気がする。こうしてセレノアは父シモンに代わり、ウォルホート家当主の座について、共同採掘の記念式典と三国の強者が剣を交える武闘大会に参加すべく、グリンブルク王とホワイトホルム城へと出発する神聖ウォルホート家。一直線に進んでんだけど。期せずして各国の代表が集う式典と舞踏大会は、新当主セレノアの名と力を示すお披露目の場となったのである。当主就任の件は了承した。我が盟友シモンもついに引退か。シモンから何か聞いているか。はい、当主の心得を説いてもらいました。それは結構。セレノア・ウォルホートよ、これからもグリンブルク王家に尽くしてくれ。かしこまりました、レグナ王。なんだ。もう一度言ってみろ、タラス。何度でも言ってやるよ、ドラゴン。エースフロスト代表として招待されたのは最小であるこの僕だ。分家のスバローグの息子ごときが大きな顔をする。それは僕のセリフだ。総帥のお情けで最小になった子供は黙っていろ。口を開けば何の才もないことが他国に知られるぞ。ドラ君、貴様。そこまでにしてください。クレデリカ、あなたたちが騒ぎを起こせばエスフロストの恥になるだけです。へえ、驚いたわ。あなたが私たちにそんな口を聞くなんて。ウォルホート家に嫁いで偉くなったつもり。やめましょう、エリカ。失礼ですが、間もなく式典が始まります。各国の代表は準備をお願いいたします。ふん、お前がセレノア・ウォルホートか。ここは婿殿に免じて引いてやろう。うまくやっているようだな、フレデリカ。人に取り入るのがうまいのは血筋だな。
お前の母親も色仕掛けが得意だった。ああ、けがらわしい。そのくすんだ髪を見るだけで吐き気がするわ。すまなかった、セレノア殿。つい無気になってしまった。今の二人がエスフロストの。タラースとエリカ、総帥グスタドルフの実の兄弟で、私の異母兄弟でもあります。なるほど。関係がわからん、難しい。共同採掘も簡単にはいかなそうだ。トップの兄弟か。別に子供とかではないんだね。鍛冶屋、ちょっと鍛冶屋行きたい。爪所。おお、なんか誰か立ってる。武器のお世話をさせていただきます。武器の鍛錬は僕にお任せよ。武器の強化ができます。お、武器ランク、鍛冶屋では以下のことが行えます。あれ、バッテリーが少ない。アビリティオフか。素材とお金が必要です。武器のランク、3段階のランクがあります。より高度なアビリティを習得できます。同一ランクの武器アビリティはどれからでも取得できる。後になるほど必要な素材が増える。矢印でつながっている武器アビリティは元になっている武器アビリティを取得してないとダメ。OR で囲まれた武器アビリティは同時に有効にすることはできませんと。はいはいはい。で、武器ランク1、ロングソード。威力アップ。あ、いいな、これ。鉄鉱石2つか。ここで使うんだ。ヒットポイント10、防御1、魔法防御1、幸運1。で、威力アップするとこっちに行けるってわけか。まあ、ただ武器ランクが2になってないから、白銀の塊が必要なんだね。上質の鉄鉱石。で、特級鉄鉱石か。まあ、今できることとすれば1個上げられるから、まあ、セレノアでいいでしょう、とりあえずは。じゃあ、これ。まあ、武器の威力で、全然、OK。で、最初2個だったけど、これ6個必要になってくるのか。で、次10個とか、なんかそんな感じかな。1って、1上昇するとどれだけ変わるかだよな。だと、他の人もだってね、鍛えたいっちゃ鍛えたいからね。繊維とか2つ。武器の威力、あ、これ武器の威力でいいの？魔法の威力と武器の威力。晴天で火の威力アップ。天気が晴れの時、まあ魔法攻撃力がアップするみたいなのはちょっとないから、武器の威力を上げれば通常の魔法攻撃力も上がるのかな。まあとりあえず、ただ素材もないしこのまんまでしょ。まあ、まだちょっと買わずに行きましょう。で、メインストーリー、ホワイトホルム城。これは探索マークがついてるかな。諸君、共同採掘で開かれたノゼリア新鉱山は試掘を終え、本格的に動き出した。すでに予想以上に良質な鉄鉱石が大量に発掘されています。新鉱山はこれから長きにわたって各国に大きな利益をもたらすことでしょう。アイサンドの塩と資金、エスフロストの技術、そしてグリンブルクの資源と労働力、どれが欠けても共同採掘は実現できなかった。この場を借りて改めてお礼を申し上げる。特に優れた採掘技術を持って現場を指揮したドラガン殿と、調整役として奔走してくれたウォルホート家の功績は長く語り継がれることになるだろう。ドラガン殿とウォルホート家の新当主セレノア殿にねぎらいの拍手を。
新当主セレノア殿は別に何もしてねえだろ。若の晴れ姿、シモン様と亡き奥様にもお見せしたかった。気を抜くな、エラドール。まだ式典が終わっただけだ。さて、めでたい式典に花を添える余興に移ろうではないか。皆に紹介したい者がいる。マックスウェル、これ。あれが創世と呼ばれるマックスウェル殿か。ええ、グリンブルク最高の強者にして上昇無敗の槍の使い手と聞きます。仮面をつけたまま。手の内を見ておきたい男だな。平和の礎も結構だが、堅苦しい式典はここまでだ。皆、この後の舞踏大会にばかり興味が向いていることには気づいているぞ。我が国の誇る勇士、前回優勝者マクスウェルを破る者が果たして現れるか。見応えのある戦いを期待しよう。大会の準備が整うまでしばしお待ちください。いよいよだな、セレノア。その前に、ゴルフ男、当主就任おめでとう。ありがとうございます。でも問題はこれからです。お前ならシモン殿の期待以上にうまくやれるさ。俺なんかと違って、自信を持ってください。ロラン様、あなたはこの国の未来を担う王子、情けないことを言わないでください。王子がそれで我々が困ります。そんなことより舞踏大会の作戦を練りましょう。一番上だな、これ。自信を持ってください、ロラン様。あなたはこの国の未来を担う王子なのですから。俺はグリンブルク王国の役に立てるだろうか。ええ、必ず。私もウォルホート家当主として全力で支えます。わかった。お前が支えるに足る王家であるように俺も努力しよう。なるほど、お二人は本当に信頼し合っているのですね。こちらは紹介が遅れてすまん。俺と一緒に参加するお目付け役のヒューエットだ。王国親衛隊のヒューエットです。よろしくお願いいたします、ウォルフォート。あなたの噂はよくロラン王子から聞いている。王子の警護を頼みます。はい、お任せください。さあ、戦いの準備を整えよう。目標はもちろん、ええ、優勝です。いや、レベル2なんだから無理でしょ。ロランとヒューエットが仲間なんだ。だってヒューエットってさ、王国親衛隊でしょ。王国親衛隊の人でレベルいくつなの。ロランは近接ユニットでありながら広い攻撃範囲、槍で2マス先の敵も攻撃できます。で、馬にも乗ってますと。で、ヒューエット、弓と鷹で高低差を生かした戦いが得意。大きな段差も楽々移動、高所から攻撃するほど射程が伸びる。弓兵か。弓兵貴重だからな、遠距離攻撃で。来賓に挨拶しましょう。対戦相手の視察も兼ねる。で、ちょっとユニット一覧で、いやヒューエット王国親衛隊って言ってる割にはレベル2じゃねえかよ。ダメだ、この国はレベルが低すぎる。これなんか光ってんね。睡眠治療の丸薬を2個話そう。いよいよ新当主としての偉人フレデリカも本格的な戦を始めて、舞踏大会セレノア様はどのように戦われるのか。いい、模擬戦とはいえ弱みをつければ見せれば侮られる。勝つためにはどんな手でも使うつもりだ。いや、正々堂々行こう。
盗賊との戦いであなた方の力を承知している。二人の魔法を頼りにさせてもらいたい。いや、ここはもう正々堂々行こう。新投手として真っ向からぶつかる。これからの平穏な世では他国との信頼関係が何より大切になる。裏表のない戦いぶりを見せることでウォルフォート家が真のおける家であることを示したいっていう感じです。フレデリカ様、タラストリカ、あの二人も武道大会に参加するのか。え、そうなの。王様、新しきウォルフォート家の当主、納得のできる結果を期待している。マックスウェル様、ロラン様の指導役として今回の試合をとても楽しみにしております。てかマックスウェル自体レベルいくつなの。シルビオ誰、まあ、ただの一般人か。グリンブル家御三家の筆頭、困ったことがあればぜひシルビオ・テオリール、テリオール頼ってください。名前わからん、名前が覚えられません。まずアブローラも出る。グスタドルフの右腕と呼ばれる豪傑、親善試合なので本気を出すとは思えない。ああそうなんだ。本気を出さなかったとしても叶う者はいない。やっぱそんな強えんだよ。婚礼の儀を控えてそなたも忙しい。その後もロランの良き友であってほしい。コーデリア様、お兄様と試合に出る。創世マックスウェル様に幼い頃から厳しい指導を受けておりました。その割にはレベル1だけどね。兄をよろしくお願いします。ソルスレイエンデ、聖ハイサンド大峡谷の聖人の一人、当主となったばかりで苦労は多かろうが鉱山開発の件をよろしく頼みます。鉱山の開発ともなれば事故が起きるかもしれない。大峡谷の違法院を訪ねておくといいかもしれません。ノゼリア随地の医療施設、あそこには顔が利く。惹かれるなら私の名を出されるというかろう。おお、ありがとうございます。大抵の怪我は治る。見ておくのもいいかもしれない。違法院の話を取得しました。ゲームを進めると情報を手に入れることがあります。これにより隠された選択肢が解除され、プレイヤーの選択の幅が広がります。軍事情報を情報から読み返すことができますと。ウォルフォート家ご当主、声をかけていただき光栄です。来賓の早々たる顔ぶれ、聖杯サンド大峡谷の成人の方々も揃っている。塩の取引でご縁がある。聖人様とお近づきになっておきたい。みんな平等な身分の国、時間が空いたら見に行くのもいいかもしれない。聖ハイサンド大峡谷、エグスアム様、誰だっけ、あれ今の人たち、これクラルス、全然2人全然違ったわ。誰だか分かんねえ。あ、これだ、エグスアム、ウォルフォート家の新しいご当主、幾度かお目にかかったことがある。ウォルフォート家の煙鉄大戦における武勇、今も民の口より耳にすることがある。我がマーシャル家も後陣を拝する気はない。試合でのお手合わせ楽しみにしている。ライラ、ここら辺にいる人たちは聖杯サンド大峡谷の人たちか。でベネディクト、武闘大会が始まる前に一つ確認させてください。この大会の意味どう理解されておりますか。一見横だが、ちょっと上から読んでいこう。三国が集まって行う祭り、模擬戦だし勝負を楽しもうと思っている。平穏な世にあって部位を示す数少ない期間、ウォルフォートの力をしっかり示す。一見横だが余興だが、真の目的は他国威圧と牽制、隙を見せれば我が家の実力を侮られることになる。これだな。その通りです。どの国も自国の武力を示し、一方で他国の戦力を探ろうとしている。大胆かつ慎重に戦おう。で、こっちの方行くか。上、ヒューエット、ウォルフォート家と共に戦えることを光栄に思います。遅れを取らぬよう私も全力を尽くします。気負いなく背中を預けられます。創世マックスウェルを倒せるかもしれない。なんでお前らこんな自信満々なの。150円ゲット、やったぜ。領主150円を拾う。領主金ないんだよ、民のためを思ってるから。あんまり税金もね重くできないからね。誰、え、なんだ。
猫と話したら何かの信念が高まったんだけど。で上にも人がいるね。この人だよね。なんかめっちゃ強いみたいな。どっから行くんだこれ。こっちか。あ、この二人がいるじゃん。ちょっと先に名前わかんないけど、アブドーラか。くだらん、こんな結果が見えた試合。え、じゃあこの二人に話すか。自己紹介がまだだった。エリカ・エス・フロスト。フレデリカは私の姉です。姉だなんて思いたくもないけど、古めかしい国の方があの人にはお似合い。ムコ殿、先ほどはどうも。僕はタラース・エス・フロスト。ムコ殿とは義兄弟。歴史のあるいいお城。自分の城が欲しい。おお、こうやって話す分にはまあ普通だよね。あ、この人と話しない。あれ、なんだ、怪しげな踊り子。舞踏大会に参加される。どれほどの腕前かじっくり拝見させていただく。じゃあちょっと可愛い子ちゃんの気を引きます。スコアを。屈強な盾師。やはり王国の兵は規律正しい。我がエスフロストの兵たちにも見習わせたい。良くも悪くのエス・フロストは自由の国。競争によって実力のある者がウィンク。王家の者からすると、ソヤにすら見えるかもしれん。古いしきたりに縛られる新しい国。実力主義。腕の確かな者も多い。時間が空いたら見に行くのもいいかもしれない。ウォルフォート家の方ですね。エス・フロストの軍勢は手強い。日々鍛錬を怠らず、末端の兵までしっかりと鍛えられている。この前、違法な運び屋を捕まえた。逃げ足が早い上に、弓の腕も大したもんで骨折りました。憲兵を手こずらせるほどの弓の使い手。これ、あいつのことじゃ。最初に出てきた盗賊。鎧姿の一覧とすれ違った。エスフロスト国の国鉄兵団。エスフロスト公国の方にお会いしたら、大書院の話を聞きたい。大書院は古今の書物が揃えられていて、どんな知識も手に入る。結構これいろんな情報手に入んな。みんなに話しかけておいた方が良さそうだな。血塗られた盾。誰？高盾氏。そんな邪悪な名前で言われてるんだ。聖杯三度大峡谷ライラ様。あの美しさに加えて峡谷一の頭脳。噂では端正な顔立ちの氷魔法研究者を助手にした。魔法を学んでおくべきだった。あ、氷魔法の使い手。ベネディクト様とお話はもうした。こんなに立派になった。パトリアとウォルフォート家ご当主、カンザーブ家当主パトリアと、まあ、御三家のうちの一つか。王侯貴族を照らす太陽、レグナ王にお目にかかったこと光栄な気を上げ、補佐役。え、対戦相手として愛の、こいつあれか、マックスウェル君か。グリンブルク兵。去年の大会決勝、マックスウェル様とシモン様一騎打ち。今年シモン様欠場しますと。セレノワ殿は正式にウォルフォート家の名を継いだ。当主となった貴殿に改めて名乗らせてもらう。グリンブルク王国御三家の一件、ファルクス家当主ラントレフ。全然誰が誰かわからんわ。覚えきれん。この人は兵士。創世マックスウェルで一応これ全員話したかな。話したからまあいいや。探索終了。そろそろ大会が始まる。戦闘が始まる。推奨レベル3だから、これさ、推奨レベルにできないんだって。なんかフリー戦闘みたいなのがないから。でもようやく2戦目だからね。さて、舞台の準備も整ったようだ。早速
本大会に出場する英傑たちを紹介したい。エスフロスト公国代表アブローラ軍、聖ハイサンド大峡国代表エグスアム軍、グリンブルク王国代表ウォルホート軍、4チームしかないんだ。そして前回覇者マクスウェル軍である。おお、ウォルホート家はご子息の出場か。煙鉄大戦の英雄シモン殿と手合わせができないのは残念だ。父の武名を恥ずかしめぬよう全力を尽くします。良い心がけだ。対戦を楽しみにしよう。以上で役者は揃った。では早速始めよう。まずは対戦相手を発表する。厳正なる抽選の結果、初戦はエグスアム軍とウォルホート軍。エグスアム軍と戦った。戦いの準備を。まあそうだろうな、このメンツだったらエグスアム軍と戦うでしょう。戦闘準備、ユニット配置とか戦場の確認ができます。ここから詰め所に行くことも可能です。敵の殲滅、自軍の全滅が敗北、風微風、天気晴れ。え、ちょっと待って、これユニット配置とか見れば、このままで所持品だけちょっと一瞬見よう。回復の外薬7、台が1個か。で、睡眠とかなんかやってくんのかな。いや、戦闘開始。やっぱめっちゃ団体戦だなこれ。武道大会で高低差ないじゃんこれ。でこの真ん中のあれでしょ、床のところで戦うんでしょ。お手柔らかに頼みます。そうですね。ローラン王子、そしてセレノア殿、全身全霊の剣を期待する。ハイサンドの名将と謳われたお方、相手に不足はない。俺たちの力を示す良い機会だ。セレノア、始めよう。はい、みんな行くぞ。いや、そうは言うけどさ、敵の方が早い。レベル2、ご命令。アンナ早いな。え、これどうする。ちょっと別にそんなに突進していく必要ないと思うんだよね。相手をおびき寄せていこう。ロラン、ロランもまあまあまあここでいいでしょう。弱点と耐性、ウィークとレジストがある。ウィークの敵を狙っていきましょう。とは言ってもね、ちょっと一回待ちに行こう。実力差を教えよう。結構来んな。仕留めます。でヒューエットは弓でどれだけこう射程があるか。隣の1マスは無理で、1,2,3,4 マスか。どうしようかな。ここで狙えるな。暗黒の矢、ちょっと攻撃力は弱いけど、でもあれにできるな。暗闇にできるんだったら、まあちょっと撃っとくか。そう、飛んでる。奪えば。どうだ。え、何、足止め暗黒怒り無効とか。さあ行こう。ちょっと待って、どうするこれ。あいつ前に出ちゃったな。まあいいや。使うぞ。あ、ちょ、待って、なんか使っちゃったよ。でももったいな。まあ、7個あるからいいや。どう攻めるか。ベネディクトちょっと一回下げよう。で、猛虎のごとくは、まあ、セレノアに使っておくか。攻勢に転じます。よし。学ばせていただき。レベルアップ。腕が鳴るぜ。エラドールどうする？ちょっと前線に出す。一応縦系だからね。戦盾だし武器が駆け足良いって何。移動3ターンの間一上昇させる。ちょっといいや、それは縦になろう。それこそ後ろは取られないでしょう。あ、来た。何、投げナイフ。どう潰してやるか。こいつは担当術師。
回復はお任せを。ジーラ、ジーラどうする？じゃあ、ジーラは回復しとこう。こいつ減ったんだ。ロラン、回復します。心配かけたな。希望への一歩です。学んだ力で、フレデリカはちょっと魔法使いたいから出るか前に。で、ここ炎よ、いけ。フレデリカいいな、マジで。ちょっと前線に出すと怖い気がするけど、狙ってきたから投げナイフ。投げナイフ若干厄介だな。参ります。アンナさん、アンナさんどうする？なんかこいつ2回攻撃できるみたいな感じだったよね。行くか。アイアンダガーで攻撃して、はい、ダブルアクション。アイアンダガー普通にいける？いけるわ。あ、いいね。で、ロランちょっとここに来て後ろ狙おう。ニラ突きでいこう。で、タテ君と攻撃してくれなかったから倒せるか、これ。いける、もう一回。いけ、タテ倒せねえわ。先行ポイント、よろずやで貴重なアイテムと交換できます。よろずやはストーリー序盤では行くことができません。悲しい。私の手札来たか。どこ、誰だ。くらえ、殺人となれ。いった、物理防御がサバった。結構やべえぞこれ。しまった。いや、敵強え。強国槍兵か。そうだよね、槍兵に2段先ついてくるもんね。負けられない。え、これ後ろ狙うっしょ。ちょっとこいつ倒そう、マジで。ディレイソード使うか。ちょっと使ってみよう、ディレイソード。後ろ狙えばもう 100% でしょ。いけ、手応えあり。で、こっち向く。アナちゃん、え、なんだ、ディレイランス。うわ、いや、これも、おお、危ねえ。飛びましょうか。ヒュエット、え、これさ、挟める槍で。こいつ倒してえな。エグザームでも攻撃もしておきたいな。ちょっとエグザーム先倒すか。これで17の後ろ、いいね、追撃。で、ヒューとちょっと一回下げよう。いや、ちょっとアンナがやべえ。前線に出しすぎた。かかってこい。で、エラドール。これさ、エラドール、エラドール今挟んでるから、アンナでさ、エグツアーム攻撃すればさ、これ攻撃2回できるのかな。あ、ちょっと倒せですか。倒そう。とどめだ。さての、悪く思うなよ。いいね。で、これここでいいや。回復はお任せを。で、ジーラで、ね、ちょっとジーラ少し出すか。で、アンナ、これで傷を。ちょっと左が手薄だな今。情けは禁物です。で、ベネディクトどうする。ベネディクトはアンナちゃん鍛えよう。勝利のために。アンナちゃん2回攻撃できるから、1回の攻撃力が上がると多分だいぶでかいと思う。どう潰してやるか。こいつどこまで来る。なんか、ま、魔法は来ないか。フレデリカ、じゃあフレデリカ、フレデリカちょっと減ってんな、やっぱり。フレデリカはここの2人焼き尽くしてえな。で、ここにやれば2体入る。これ味方も食らっちゃうよね、魔法、あの射程に入れたら多分。どっちに来る？あ、こっちに来た。行くぞ。で、ロラン。そう、ロランはじゃあここに来て攻撃しよう、ランスで。あ、ウィークになってる。行こう。はい、やらせてもらう。はい、いいね。女神よ、私を追い詰める好敵士と出会えたことに感謝する。いや、私にはそっくりわからん。たかが武術界、金を生むわけでもなかろう。
はあ、理解せずともよい。だがこの真剣勝負に水を差してくれるな。武人だな。で、ちょっとこっち向こう。投げない。いった、やばいやばいやばい。参ります。で、アンナちゃん、だからアンナちゃんここに置くでしょ。で、アイアンダガで攻撃するでしょ。かさたけど、よし、いいね。刺激成功。アビリティ取得、刺激の備え。備えって何？で、ダブルアクション、攻撃、からの、いいね。なるほど、これ2回いけるわ。あんな、いいな。決して手を抜いたつもりはなかった。ソルスレイ殿、あとを託しましたよ。で、貴重品。ってことは、アンナ多分まあ1回の攻撃力が多分ちょっと弱いから、攻撃力鍛えるのはあれだ。うわーこいつ、うわ2回っていうか2発食らうんか。セレノはちょっとまずいな。でもこれアイテム取っときたいから攻撃しよう。さあ、物理攻撃が下がってんのか。強っ、やばい、回収される。投げナイフいって、これ死んだらどうなるの。ここからこうやってベネディクトが後ろ取れるんだけど、ちょっとベネディクトはまあ攻撃力弱いから、まあ、しょうがない。あ、てか回復魔法を使ったんでアイテム使えなかった。定石に従ったまでです。ちょっと失敗したかもしれない。いって失敗したな。やりへうざい。この盾が破れるかな。じゃエラードールちょっとここに来て、ちょっとアイテム回収されるのも嫌だからな。で、回復の丸薬で、ありがとう若様。で、こう行くか。来た、スリーピーだが寝る。こいつ寝るのか。これで情けは禁物です。で、ベネディクト、で、ベネディクト、ただ今後ろ取れんな。これ後ろ取れるから殴っておこう。行きます。はい、やはり。で、あとは任せろ。攻撃、攻撃はあれだな、やっぱ攻撃力下がるね。まあそりゃそうかっていう感じはするけど。冷静に行きましょう。で、ジーラ、ジーラは回復したいから。ロランだいぶヒットポイント減ったな。スルスレ結構高いな。ロランのヒットポイント回復させとくか。あれ、回復も回復じゃねえや、殴るのもありだけどな。ちょっと判断が難しいね。傷を癒して。心配かけたな。終わらせましょう。で、フレデリカ様は、ここに魔法を着火させてこの2人を攻撃しよう。あ、使えない、マジか。ってことはもう殴るしか、殴ってこっち倒そう。せめて、そうか、2使うんだ。連発できねえのか。あとは任せろ。倒した、よし、 OK。 いくぞ。で、ロランがこいつ挟めるな。ロランこいつも挟めるんだよな。ちょっとザコ先に倒すか。こいつも挟めるし、てか倒せるな。数を減らすか。誰が誰だ、次誰が行動するんだかよくわかんねえし。倒せるやつを倒そう。で、槍だから1個離れてるんで、こうやって狙えば、いけ。よし、オッケーオッケー、レベルアップ。平和のために。これで後ろ取られそうだな。ただ、まあしょうがない。痛い、いけ、挟まれてる。終わらせましょう。アンナちゃん、これアンナちゃんだから2回後ろ、これはソルスで攻撃しよう。ほら、やらせてもらえ。いいですね。もう一回いくよ、これ。アンナちゃんからの後ろ、これめっちゃ取ったわ。ただどっち向こう、これ。しかないか。で、25か、攻撃しときて。42。いや、25って結構危険水域だよな。次、盾の人が動けんのか。
どっちだ、どっちがあれなんだっけ、次行動する人なんだっけ。フレデリカ、まあ分からん、後ろ狙い、いやちょっと安定を取るか。これも台使っても良さそうだけど、まあいいや、普通に。あっ、これサダ、あ大丈夫か、なんかまた間違えたかと思った。仕留めます。でよ、ちょっとソルスレ狙いたいな。いつも全開か。こっからショート棒で挟める。いけ、ガラ空きだ。ほらいいね。追撃の備えがなんか出てるけど、これって追撃の攻撃力が上がるってことか。狙われた、しょうがない。見せろ、痛い。腕が鳴るぜ。攻撃力そんなに高くないか。で、後ろ取れるっちゃ取れるんだけど、どうしよう。セレノート挟めるんだよね、こっちだと。よし、行こう、攻撃しよう。はい、スキャリ、はい、いいね。で、ベネディクト、ベネディクトは別に遠距離の攻撃があるわけではないから、あといくつ ?30 か。30は減らせられないよな、多分。いけるか、ちょっと。ここでいけ。22からの8。よし、9。倒した。アビリティしとく。ポイズンスロー。新たな力。めえ、腰の古傷がうずき出した。これ以上は戦い。貴重品。私のできることを。ジーラちゃんは回復だな。アンナが若干やばいんで、回復はね1で使えるんで、普通のやつは。ハイワホとかになってくると、まあ、いっぱい使えそうだけど。学んだ力。でフレデリカこれで、魔法も使えるけど、まあ攻撃後ろ取るか、挟めるし、いい感じです。好きだらけです。だからあんな追撃用には向いてないな。俺は負けん。単発の攻撃力が弱いから。じゃあ後ろ取ってるから、フレデリカがここに来てランスで、これ何、あんな大丈夫、ちなみに覚悟外したけど、これなら弱、正しいと思える。フレデリカ様レベルアップ。投げない、大丈夫、もう安定だな。でアンナ様は、まあ、一応ここで挟んでるっちゃ挟んでるから、攻撃しておいて、で、はい、いいね。これ一発で倒しちゃうとダブルアクションって行動もできるの、行動もできてさらに攻撃もできる。いやアンナいいぞこれ。ちょっと優先的に鍛えよう。火力を上げれば、まあ、ここら辺は自動復活とかあるんだ。ウォルホートの名にかけて。で攻撃して、ほら合わせます、仕留めます。でヒューエット、最後ヒューエットで決めるか。弓とダメ、はい、隙だらけです。安全圏から攻撃、よし、オッケー。まあまあまあ、なかなか白熱したバトルだったと思います。戦利品回復2個、ヒットポイントリング手に入れた、やったー。いや、やっぱ戦闘は面白い、マジで面白いわ。ちょっと待って、今ようやく1回戦が終わったんだよね。めっちゃなんか白熱してさ、なんかやりきった感があるけど、立ち筋はお父上譲りか。荒削りではあるが鋭い。素晴らしい戦いだった、君の勝利だ。いやエグサムさん、なかなかいい人じゃないか、ちゃんと認めてくれる。勝者ウォルホート軍、引き続き1回戦第2試合としてアブローラ軍対マクスウェル軍の戦いを行う。これが本命だよね。
この戦いが。お前たち下がっていろ。なるほど。では一騎打ちか。良い死に鍛えられたようですね。いや、あなたの精進の成果か。まるでつけ入る隙がない。そちらこそ。私の負けだな。なんだこう、わざと負けた系。マクスウェル、手のしびれが。将軍アブローラ、戦場では会いたくないものだ。ってことマックスウェル軍と戦うってこと。いや、みんな兵士だけどさ。ウォルフォート公、手加減はしませんよ。望むところです。あ、これ勝手にもう戦って負ける系か。いや、よかったよかった。ここは気がついたか。師匠の槍をまともに食らって軽傷で済むなんて頑丈なやつだよ。我々は負けたのですね。ああ、いつか師匠を超えよう。それまでまた精進だ。ええ、いつか必ず。いざ立て、戦人よ。終わり。